代表的なクラスター爆弾の一つ、クブーマイナス 87B クラスター爆弾は、容器となる大型の弾体の中に、複数の子弾を搭載した爆弾である。クラスター弾、収束爆弾とも呼ばれ、昔は、親子爆弾とも呼ばれた。2008年5月28日、ダブリンで行われた、クラスター弾に関する外交会議で採択された。 クラスター弾に関する条約におけるクラスター弾の定義は以下の通り、それぞれが 20kg を超えない爆発性死弾を散布または放出するよう設計された通常弾でそれらの爆発性死弾が含まれるもの、古典的な収束爆弾の一種であるソ連空軍のモロトフのパンカ号と内蔵する小型焼夷弾を手にしたフィンランド兵主に航空機や 死体地ロケット弾、砲弾などに搭載される。通常の空対地爆弾と、ほぼ同サイズのケースの中に、小型爆弾や地雷で構成される数個、数百個の死弾を内蔵する。このケースが発射、10日の後に、空中で破裂することで死弾を散布し、多数の小規模な爆発を引き起こすなどして、広範囲の目標に損害を与える。死弾一つは、 小型の爆発物であり、鉄筋コンクリートビルやトーチカのような強固な建造物に対する破壊力は低いが、一度の投下で広範囲に散布できるため、短弾頭の航空爆弾より広い範囲に被害を与え、面制圧兵器として使われる。フィンランドにおける冬戦争では、ソ連空軍が空中で回転しながら、遠心力で60発の小型焼夷弾を散布する。 収束爆弾コンテナを実践使用している。また、第二次世界大戦中のドイツ空軍は、対人馬用収束爆弾として、重量 2kg の小型爆弾 SD292 発を、コンテナに収容したものを運用。アメリカ陸軍航空軍は、ドイツ軍が、ロンドン爆撃で使用した、焼夷弾を参考に開発した38内市48発の、 焼夷弾をコンテナに収容し、高度700メートルで爆散させ、高密度に焼夷弾を降らせる、収束焼夷弾 E46 を日本への空襲に使用している。ベトナム戦争では、ケースに野球ボール台の小爆弾を300個ほど内蔵し、その小爆弾一つの炸裂で600個ほどの金属球を飛散させる、ボール爆弾が使用された。この小爆弾は、 手榴弾や指向性のない三段地雷のように、炸裂周辺の人員や通常の車両など、非走行標的に被害を与えるもので、加害面積は親弾の炸裂高度によって変化する。クラスター爆弾を投下する B-1 ランサー戦略爆撃機。黒い棒状の物体が親弾、クラスター爆弾には様々な種類の手弾が存在する。 不評や軽車両を対象とする場合、小型爆弾の他対人地雷を搭載したものもあり、爆弾本体ではなく手弾が、オタワ条約の対象とされることもある。装甲の厚い兵器を対象としたものでは、対人、対装甲車両用の手弾を202発収めた、米軍の区分マイナス87、B。 戦車などを目標とする対装甲用手段を10発、収めた区ブ97、B、対装甲用成形作薬手段を247発、収めた区ブ59ロック I2 などがある。成形作薬手段の場合、走行の薄い車両上面に適切な角度で接触、起爆するよう、リボンや小型のパラシュート、羽根が取り付けられ、 姿勢を垂直に向けて落下するように設計されている。爆発性がないためクラスター弾に関する条約の条件には合致しないが、炭素繊維のワイヤーを放出して、送電施設をショートさせ、停電を引き起こすブル -114B のような七姿勢兵器も存在し、これは停電爆弾と呼ばれる。米国、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、シリア、イラク、 ウクライナ、ギリシャ、アラブ首長国連邦、エジプト、ヨルダン、イエメン、グルジア、アゼルバイジャン、コソボ、カザフスタン、ポーランド、ルーマニア、アルメニア、ベラルーシ、ラトビア、ロシア、ブータン、ベトナム、タイ、インド、ミアンマー、パキスタン、中国、北朝鮮、韓国、台湾などは、クラスター爆弾に関する条約に署名していない。クラスター爆弾は、 在来爆弾に比べて総合的な費用対効果に優れると考えられている。対戦車用の成形作薬弾型など爆発に指向性があるものは弾頭部が下を向くようパラシュートやリボンなどで落下姿勢を調整するがこれが対地落下速度を低め落下場所によっては深感に十分な衝撃が加わらなかったりリボンやパラシュートが木や建物に引っかかって 不発となる場合がある。種類や、小玉の性質、運用状況にもよるが、過去の運用実績上の不発率は、約5から40%とされている。通常爆弾と、同程度まで不発率を下げても、大量の商談を散布する。クラスター爆弾の性質上、爆弾の総数が多いことで、不発弾となる数が増える。国際連合のレバノン南部。 地雷活動調整センターは2006年8月までにレバノンで使用された旧式のクラスター爆弾で小爆弾の4割が不発のまま残ったとしている。この戦闘ではイスラエル軍によりヒズボラに対して小爆弾644発を積載したクラスター爆弾が最低でも1800発使用されたがこれの不発分が市街地などに散乱しており すべての撤去には一年以上かかるとされている。残留した不発弾が戦後復興に影響する場合もあり、レバノンでは戦闘中に避難していた市民が乗用車で戻ってきたところ、その車列で爆発が発生、驚いた市民らが車から降りて、さらに爆発が発生し、 30分で市民15人が死傷したケースもあると2006年9月20日の朝日新聞が報じている。中には木に引っかかった状態の小爆弾もあり、2006年10月23日の朝日新聞報道では果樹園で取り入れを手伝っていた子供の死亡事例が多いと報じている。同記事は同年8月14日から10月22日までの間に20名が 死亡、120名が負傷したとしている。2003年には、ヨルダンのクイーンアリア国際空港において、毎日新聞社のカメラマンであったゴミ広きが、取材活動の記念に、ドイラクから持ち出した、不発弾が爆発し、空港職員が一人死亡、空港職員と一般人の計2名が負傷する、事件が発生した。爆発したのは、形状などから、 地上発射兵器 MLRS のロケット弾で散布される政権作薬弾 M77 とみられている。2008年8月に起きた南オセチア紛争において、グルジア政府はロシア連邦軍がクラスター爆弾を使用したとして避難し、欧米マスコミもこれを大々的に報じた。ところが後に、 関係者の証言から、グルジア軍自身もクラスター爆弾を使用していたことが発覚する。双方の使用による犠牲者は数十名ほどではないかと見られている。フランスのリヨンとベルギーのブリュッセルに本拠のある NGO 団体ハンディキャップインターナショナルは、この爆弾で被害を受けるのは過去98%が一般市民だと主張し、 クラスター爆弾の使用を非難している。2006年2月16日には、世界に先駆けて、ベルギーが、クラスター爆弾を法的に禁止した。2007年2月22日と2月23日には、ノルウェーが呼びかけたクラスター爆弾禁止に関する、国際会議が、ノルウェーの首都オスロで開催された。49カ国が参加したこの会議では、 三カ国中の四十六カ国によって2008年中にクラスター爆弾の使用、製造、移動、備蓄の禁止条約を実現させることを目指すという内容のオスロ宣言が採択された。この宣言は受け入れがたい民間人被害をもたらすクラスター爆弾を禁止する条約を8年中に作るとも述べクラスター爆弾の廃棄、使用された爆弾の撤去や 被害者のケアへの枠組み作りも含んでいる。ノルウェーなどの提唱有志国が禁止条約作りを目指す運動をオスロプロセスと呼ぶ。同会議に参加していた日本、ポーランド、ルーマニアの参加国はこの宣言に加わらなかった。アメリカ、イスラエル、ロシア、中国など主要なクラスター爆弾の配備運用国は会議そのものに参加していない。 イギリスは土壇場で参加を決め、会議の翌月に英軍が使用するクラスター爆弾を自爆機能ありのものに切り替え、不発弾による被害を生じやすいものは即時使用を停止し廃棄することを決定した。オスロ会議の前後にはノルウェーやオーストリア、スイスなどがクラスター爆弾の使用を凍結している。2006年2月に使用を禁止したベルギーは、 会議後の2007年3月には、クラスター爆弾の製造企業への投資を違法とした。日本が当初宣言に加わらなかった理由は、国際的に見て、特殊な防衛事情を持つ日本の安全保障上の判断とされている。詳細は、保有国の対応の不死を参照。2007年5月23日から5月25日までは、 ペルーの首都リマで68カ国が参加して、クラスター爆弾禁止リマ会議が開催されたが、禁止条約の総案の合意には至らなかった。2008年5月28日のダブリンでの国際会議で無力化機能を有する一部の方を除いて禁止する条約案が合意された。条約分第2条は禁止対象とならないクラスター弾の要件を以下のようなものとしている。 2016年9月、アメリカで唯一製造していたテキストロンが製造中止を決定した。クラスター爆弾の不発弾を意図的に不発になるよう仕組まれており、復旧作業の妨害を狙っている民間人の興味を引く玩具のような形状と色にして拾うように仕向けている地雷禁止条約の抜け道として不発弾を地雷代わりにしているとし、 非人道的であるといった批判もある。滑走路などの軍事目標に対して、復旧を遅らせる目的で、爆撃終了後に爆発する、要次元進化を設定したり、手弾に地雷を混在させて使用するイギリス空軍の、トーネード搭載 JP-233 ディスペンサー、などの例もあるが、不発弾は、発生が、 偶発的で分布などをコントロールできないため、意図的に不発弾を発生させたり、特定の標的に拾わせるといった運用は、現実的でない。玩具の用とされる形状は、空気抵抗で、落下姿勢や、散布範囲を調整するためのもので、明るい黄色などの鮮明な色に塗装されているのは、目につく色で、不発弾の存在を強調して触らないよう注意を、促し、 戦闘終了後の発見回収を容易とするためのものである。この警戒色は人道援助として空中散布される救援用非常色を目立たせるための塗装と同じ色だったことでアフガニスタンでは混乱の原因となった。アメリカ国防省は2001年11月1日にこの問題を認めクラスター爆弾の危険性に対して市民に注意を 促すチラシを配布するとともに、非常養殖料はオレンジ色のパッケージに変更すると発表している。オスロプロセスとは異なる、独自の規定を定め、クラスター弾不発率の低下を目指した。MLRS については単弾頭の GPS 誘導ロケット弾 XM31 の開発を進め、M31 として正式化した。2006年1月には、 更新が遅れれば不発率低下の目標を達成できないと発表して M31 の取得を進めイラク戦争でもこれを活用した2015年イエメン内戦ではサウジアラビア主導の同盟国らが米国のブル -108 をイエメンの居住地で使用しているとする国連等の報告がありヒューマンライツウォッチはサウジとその同盟国イエメン、米国は クラスター弾に関する条約を締結すべきであると述べている。もともと日本では航空自衛隊がクラスター爆弾、クブー 87B を陸上自衛隊が砲弾、零三式 155mm 榴弾砲用多目的弾、対戦車ヘリコプターから発射するハイドラ70、ロケット弾、多連装ロケットシステム用のクラスター弾等型ロケット弾、 M26 を保有しており、いずれも不活化機能や自爆機能は有していなかった。2007年2月にオスロで開かれたクラスター爆弾禁止会議のオスロ宣言には署名しなかったが、2007年6月19日にジュネーブで開催された特定通常兵器使用禁止制限条約政府専門家会合では条約交渉の開始に賛成を表明した。 2008年5月28日のダブリンでの国際会議では一部を除いて禁止するとの条約案に同意し2008年11月28日の安全保障会議で自衛隊が保有するすべてのクラスター弾の廃棄を決定12月3日にオスロで開催された禁止条約署名式には中曽根博文外相が出席して署名した日本の外務省は クラスター弾に関する条約を仮和訳したものをウェブサイト上で公開している。2009年に国会でクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律が成立している。防衛省では航空爆弾にはレーザー誘導対応型 JDM 爆弾を多連装ロケットシステムには M31 単弾頭型 GPS 誘導ロケット弾を 導入すると発表し、この2種の精密誘導兵器取得を大体卒とした。2015年2月10日、同日付で防衛省は自衛隊が保有していたクラスター弾の排気管了を9日に確認したと発表した。2017年5月23日、クラスター爆弾を製造する企業に対して投融資を行っている。 世界各国の金融機関166社をオランダの NGO 団体パックスが発表し、その中で日本は4社あり、クラスター爆弾規制条約の定約国では一番多いことが分かった。2017年12月、4社は製造企業に対してその使都を問わず、投融資を禁止した。すべての手段に自爆機能、もしくは不活性化機能を持たせた改良系を配備する。 中国、ロシア、北朝鮮、韓国、台湾は、クラスター弾禁止条約に参加していない。国連設立後、少なくとも28カ国が、クラスター爆弾を使用し、現在も保有している。ウェリントン宣言に署名し、クラスター爆弾禁止に同意している国名は太字で記載されている。上記に加え、 すでに消滅した国家のうち少なくとも3カ国も使用していたことがある。国連設立後、少なくとも28カ国がクラスター爆弾を使用し、現在も保有している。これらの国々の多くが近年における戦争や長期に渡る未解決の国際紛争に関わっているが、製造したクラスター爆弾は使用していない。ウェリントン宣言に署名し、 クラスター爆弾禁止に同意している国名は太字で記載されている。2008年時におけるクラスター爆弾の保有国は蒸気製造国のすべてを含む76カ国である。ウェリントン宣言に署名し、保有するクラスター爆弾の破棄に同意している国名は太字で記載されている。ありがとうございます。